負けたくない仮面ブックメガ投資の化粧お疲れ様です。サンキューペット計画報告です。本日は4ベット、2451円のプラスでした。今日は1ゲームだけ操作を間違えて、1万1310円でペットしてしまいました。慌ててキャッシュアウトしようと思いました。まあ、買ってるのでいいかということで。ここ最近こんな状態で事務所に泊まり込んでいます。仕事して倒れ込むように寝ています。はい、いやー、昔を思い出しますね。はい。僕も会社に泊まり込みずっとしてたんでね。 でもなんか、いい感じで、いいですね。なんか快適ですね。僕、僕一番最初に会社に寝たときはタオルケット1枚でしたからね <laughs>。タオルケット1枚、タオルケットで寝てたら、あの、そう社長に、ちょっとなんか、寝袋でも買ってくればええやんみたいな感じで、ドン・キホーテの寝袋買いに行ったのを覚えてます。最初僕のスタートは寝袋、タオ,タタオルタオ、タオルケット 1>, 1枚からスタートでしたね。はい。ということで、えー、今回ですね、こちら。あ、これ、11,310円。これが間違ったやつですね。809円、650円、550円、430円。まあ結論、これ1万3000円でやってるけど、1万1000円でやってるけど、809円と。ああなるほどね。まあまあ取れてますね。はい。ということで、えー、今回、安定の勝ちということで、勝ち続けている、ブックメーカーです。 負けないっすね、本当に。本当に負けないですね。はい。負けない。ックメーカか。なかなかないんじゃないでしょうか。終わります。